番組関係者コメントスペシャルキャスター阿部亮平スノーマン今回の取材を通じて食品ロス問題の根深さを感じました放送が汚れてしまっただけで食品自体に影響がなくても販売は難しくなるという現状を聞いて消費者全体で考え方を大きく転換させることが必要だと感じています 食品を無駄にすることがないよう日々の積み重ねを心がけていきたいですチーフプロデューサー渡辺富士テレビニュース総局報道局今回は阿部さんに食品ロスの SDGs を取材していただきました食料自給率が低く外国からの輸入に頼らざるを得ない日本では食品を廃棄することは輸送のエネルギーを無駄にしてしまうことにもつながります 安部さんとガチャピンの息の合った取材をきっかけに家庭での食品ロス削減を見直していただければと思います。